M1 1回戦挑戦権選ばれました。おめでとうございます。さあ、それではお待たせしました。エントリーナンバー682番、テンパちゃんです。どうぞ。カエルの子はカエルぴょん。はい、ということでね、今ちょっとね、オーシャンからね、面白い情報を入手しました。もうそろそろやなっていうことやったんで、何がですか言うたら、M1 そろそろ時期ですね。何を期待しとんねんみたいな。ヘルメット芸人のくだりがあったんでね。そうバンジージャンプ のヘルメットのね、くだりがあって、まだまだいけますねみたいな話から、M1 取ってきてくださいみたいな感じで言われたんで、まあちょっと久しぶりに、10年ぶりなんですけど、ちょっと出てみようかなと。アマチュアで出れるんで、アマチュアでね、うん、そうそう出れるんで、所属してなくても出れる。そうそうそう出れるんで、ちょっとどのぐらいまでいけるのか、はい、もう一回チャレンジしてみようかなと思って、ちょっと元相方にね、ちょっと今から電話してみましょう。うん、はい。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。選ばれました。いや、俺そう思っちゃったよ。どう思ってた？どう思ってた？いや、今日選ばれるなと思った。何に選ばれたか分かってんの？何に選ばれた？いや、もう本当おめでとうございます。ありがとう。なんと、うん、M1 1回戦挑戦権選ばれました。おめでとうございます。おめでとうございます。10年ぶり、小太郎ちゃん、おめでとうございます。9月の24日、博多、ビルで、21日の日ですね。9月21日の日、第1回戦おめでとうございます。選ばれましたんで、はい。どうしました、いいわってどうしました。おめでとうございます。やっとですね、夢の1000万円掴む時来ましたよ。本当酔っ払いか、お前はヘラヘラするな。ヘラヘラしよう。いや、よかったな、本当おめでとうございます。本当になんで、打ち合わせをちょっとちょいちょいやっていかないとちょっと間に合わないんで、最低3本はいるんで、準決まで行くの3本はいるんで、はい、はい、旅費は全部こちらが持ちますんで大丈夫です。体一つで、頭一つで来てください。天馬ちゃん、天馬ちゃん、おめでとうございます。はい、旅費は全部出しますんで、はい。めっちゃ笑いよっけど。おめでとうございます。よかったです、本当に。しっかり、2日ぐらいは、取らせますんで、有給使って、大丈夫です。全部、押せますんで、会社の方には、こちらが電話するんで、大丈夫です。いや、どうされました？R1に出てください、R1。いや、R1 じゃなくて、M1 です。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ありがとうございます、言うてるやん、ほら。ほら、まあ新ネタもちょっと欲しがるとは思うんで、ちょっと一曲ちょっと書いて、一発書いて、ちょっとネタ合わせして、スリーヘランぐらいの間の取り方でちょっとそうですね、やっていこうかなと思ってますんで、まあちょっと書いた時に顔見せますんで、こんな感じでいきましょうっていうのをちょっと書いておきます。お願いします。そうか、ついに M1 の時期やりました。そうですね、今の第1回戦本当頑張っていきましょう。お願いします。それでは、すみません。はい、失礼します。おやすみなさい。はい、失礼します。はい、お疲れ様でした。失礼します。はい、ということでですね、電波ってなかった、電波ちゃん。10年は、言うて。いや、マジ、本当、サンパチマイク持って、ちょっとライブするの本当、10年ぶりなんで、めっちゃ緊張しすぎたな。虹の父になり、2人とも。そう、2000人の前でやらんといかんから、ちょっと久しぶりに盛り上がろうかなと思ってる。まあ追っかけますんで、はい、ちょっと気合入れてやろうかな。 YouTube で追っかけていきます。よろしくお願いします。やべえ、ちょっと緊張しすぎた、マジで。やべえ。はい、ということで今日はね、あるところにお邪魔していますけども、久しぶりの登場、元相方、小太郎です。小太郎ちゃんの登場ですで、食い気味すぎて、もうすごい、もう
やばい。やってる。謝って謝って。一旦謝って。ごめんなさい。あかんあかんあかん。あかんってもう。こうやないけど。もう初めて見た人がビビりまくるから。やめてよほんまに。これ YouTube。そう YouTube。ベタなやつベタなやつ言っておりますけども。いや今回ねちょっとおめでとうございます。何が？先日電話したのに。あ、そう。おめでとうございます。M1 グランプリ。2019。どんぐらい？出ることが決まりました。なんかもうネタをね、詰めていく感じだから。一応テンパちゃんで応募したんですけど、もうテンパちゃんではなくなってるような気がするんです。だから何にしようかなと思って、まずネーミングから。くり抜きちゃんとか。くり抜きちゃん。実写でこうくり抜いたらバカやろ。バズらんやろ、そんなもん。なんかくり抜きちゃんだ。はい、どうもくり抜きちゃんでございます。アウトやろ、ほんとに。ちょっと頑張っていこうかなと思ってる。今からネタをね、ちょっとしっかり詰めて、出ていこうかなと思って。いや、本当にやる。本当にやる。やるからでも本気になります。よろしくお願いします。ありがとうございます。おとるちゃんです。どうもいやいや結構まあまあいろいろなやりよったけどなんかやりたいネタ覚えてる？もう10年前の話だからね。いや覚えてないな。覚えてないあったかな。ヨモギのヨモギを集めてねえわねえわ。ヨモギを集めてくれてるじゃない。最後喉を詰まらせて死ぬ。知らんやったことある。ネタネタラブは何でヨモギをっていうの。それはなかった。なかったなかった。キッズ元気やね。結構ね中国映画でワンスーとかコントやけど、コントやけど、じゃあ行きましょう。それでは、中国映画のワンシーン。ファーソーや、いや、ソーや。ちょっと待って、ごめんや。あ、待って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 、久しぶり。ありがとうございます。いやーやっぱいやこれはやっぱ体が染みついてる。出たな。これはやっぱ出たわ本当に。あー懐かしい。やからもう完全にこっちから行ったわ。これ、いやこれ染みついてる。これ多分1万回以上やってますから。いや1万回以上やけどこれ1万回以上やらんでいいもん。やらんでいいもん。日本語喋らんし。そうそうそう久しぶり。すごい。レッドカーペットのネタ。レッドカーペットの時のネタ。大谷の時のなネタをさせてもらいましたけども。いや懐かしいね。なんかまあ漫才ってことなんか覚えてるかな。漫才なんか作ろうか。まあ漫才を今からなんか作っていきます。今日ボケやからな。お前と出会って、お前と出会って、これは人生の。あ、うまい。これはフリーランでも。あ、ちょっとこれめちゃめちゃ真面目なところやから、ちょっと残念めっちゃ。後で、面白いやつになるから。えい。めっちゃ、こんなんな、おっさんでこれ、こんなん何がおもろい、本当に。めちゃくちゃ、ボケんな。真面目。根が真面目。根が真面目。絶壁。ファーイとこ、ファーイとか一切手を止めない。どこ映しとんねん。うちの間でどこ映しとんねん。お前見せもちゃうぞ、ほら。あー後ほど。全然ボケない。うーん、さんそまだボケんよ。まだボケんよ、ほんとにできました。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 ネタ合わせ。1時間半でできました。1時間半で。これで M1 乗り込みますんでした。最高。最高。最高。ラストここで。一回やろう。もう宣告をか。宣告をやりましょう。オッケー。じゃあ、今から出てきますね。はい。何くり抜きちゃん違う。何何新地のカッパちゃんです。じゃあそっちに来るわ。そっちに来るわ。さあ、それではお待たせしました。エントリーナンバー。682番テンパちゃんです。どうぞ。うずら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 うはい、どうもよろしくお願いします。テンパちゃんです。お願いします。出たということで、お願いします。いやね、言うてもね、これこれね、愛を伝える方がやっぱ少ないなと思ってるんですよ、僕は。伝えてる嫁さんに愛とか、そういうなんか好きだよっていう気持ちっていう。いやー、やったらやっぱ千恵子っちゅうのもやっぱ恥ずかしいぐらい。なんで千恵ちゃん、千恵子ちゃんになんかちゃんとね、こう手紙とかやっぱ書いた方がいいんだよ。そう思ってね、実は今日書いてきたんだ。書いてきた。うん、嘘。言葉じゃね、なかなか
伝えられないからね、帰ってきたということで、なんかちょっといいですか、帰ってきたほんまにいいですか、やばちょっと感動しそうや、緊張しますけど、やばじゃあちょっと読ませてもらいます、すいません、お願いします。それぞれの道、なんでそれぞれの道なんで別れ話や最初から、なんでそれぞれの道、それぞれの道行ってた2人が今一つの道を行こうという、めちゃくちゃ感動、ちょっと早いわ、そういうなんかそう、ごめんなさい、行ってください、すいません、行きます、はい、それぞれの道、今何していますか、何していますか、いいですね、今、うん、お風呂に入りました、いや、あんけやろ、お前を連れてたらもうストーカーまで、お前と出会って、お前と出会って、いや、うん、お前と呼ぶにはまだ早すぎかな、まあいいんじゃないかな、チェコ、チェコ、いや、ミカコ、出た、あ、出た、ミカコ間違ってる、うん、チェコと出会ったのは、チェコと出会ったの、あの飲み会だったね、飲み会で出会ったやん、最初、うん、乾杯の時、うん、樽で乾杯してた、樽で、すげえな、すげえな、チェちゃん、2回目に会ったのは、2回目に会ったのは、うん、パチンコ屋だったね、パチンコ屋だったやん、最悪やん、そんなお前に、スーパーリーチ、うまないって、うまないよ、スーパーリーチが、ほんとに、下手そうか、俺は、うん、チエコのいいところたくさん言えます、うん、あ、言っていこう、言っていこう、いいところ、話は変わりますが、話変えるな、言えや、いいところを、お前と出会って、お前と出会って、うん、180度人生が変わったよ、あ、人生変わった、お、いいよ、いいことや、チエコから買った、うん、壺のおかげで、騙されてるや、騙されてるやん、壺買ったらいかんって、ほんとに今日は天気が良かったので、うん、いつものところまで歩いてきました、あ、いいね、そういうのいいな、そしていつも通り10万円振り込んでおきます、騙されてる、うん、壺のおかげ、それは俺は、そんなことない。俺は、うん、シエコのいいところたくさん言います。そういうの言っていこう、言っていこう。綺麗な髪の、そばずヘア。そばずかかってんの、笹で切ったようなつぶらな瞳。もうほとんど見えてないよ、前。そんな中でも、うん、素晴らしいボディライン。ボディラインか、そばず。上から。上から、うん。40。40? 80。80、120。うんこやないか、完全に。そんなうんこが大好きです。うんこかい、もういいわ。ありがとうございます。これで行きましょう、1回戦ぐらいは行けるんじゃん、これも結構もう健康やんね、懐かしいね、テンパちゃんいいねいいねやな、ね、ちょっと泣きそうになってるやん、見に行ってたからねこれでね、M1 行きたいと思いますけど、うん、会場が福岡であるけど、9月の、21日の土曜日に、9月21日土曜日、9月21日ダメで、え、9月21日やろ、うん、ダメで、俺会社の旅行やろえいや、家じゃなくて、いや、え、なんで、じゃあ旅行が2日間も行くん、3泊え、この21日なんですよ、このめちゃくちゃ練習してめっちゃお前も汗かいて、え、まあ、前の週じゃねえ、俺14、15、16のところかなと思って、21な、21向こうやそう、出ない、手紙だけ読んじゃう、会場に、なんでやっぱ出れませんいや、めっちゃ汗かいて、いや時間近く練習して、9月14日とか言ってるのかな、いや分からんけど、また後で電話するな言うてたら21やん、どんかぶりやん、3日間一応来年またお願いします、またありがとうございます、チャンネル登録はこちら、おすすめの動画はこちら、あとインスタグラム、ツイッターもやってるので登録よろしくね。